はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございます、ハセシンです。ということでついにコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーベータにウィーク2がやってきましたよ。ということで早速ね今回プレイしてきたんですけども、ですねまずレベルの上限が25レベルから31レベルまでね上げることができるようになってですね、31レベルまで上げることによってなんとこの武器、そうなんですよね、新しい武器、そう新武器 QBZ83 がアンロックすることができるようになったということでね、なんとねアサルトライフルの新武器になるんですけども、一番ですね連射速度が速いんですよね。現時点でベータではですね XM4AK47 クリグ6、そしてねこの新武器である QBZ83 を使うことができるんですけどもね、一番連射速度が速いということで、連射速度が速いんでブレとか結構あるかなと思ったんですけどもね、もちろんねノーアタッチメントの状態だったらねブレは少しあるんですけども、ですねなんとですね皆さん、このマズルブレーキですね、マズルブレーキ 5.56 をつけるだけでかなりブレがね軽減されて、さらにこれですねアンダーバレルのフォアグリッププラス 15% の水平反動制御ということでですね、このアンダーバレルのフォアグリップとマズルブレーキをつけるだけでねかなりロングにも対応できるということで、今回ですねこんな感じのカスタム構成ねプレイしてみました。ファーストマグもつけてるということでですね、今回はハセシン、エピコ、グッピー、カルミアさんの4人パーティーでプレイしたんですけどもね、全員ね新武器であるこの QBZ83 を使いましたということでですね、特に今回ですね遠距離戦の打ち合いですね注目して皆さんにもね見ていただきたいんですけども、連射速度が速いのにその安定性すごくねって多分皆さんにもね共感していただけるんじゃないかなということでね、この QBZ83 の凄さを皆さんぜひご覧ください。今後もねハセシンのチャンネルでは皆さんに楽しんでいただける動画を投稿していきますので、まだチャンネルチャンネル登録できてない方はですねチャンネル登録と、良ければグッドボタンですね、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それでは QBZ83 どうぞ。じゃあ全員で QBZ に行こうか、レッツゴー。オッケー、普通に使いやすい方やと思うねんな、練習速度早い割にプレイ結構素直やから、うん、思ってたより全然いいよね。行きまーす、ゴー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 。見た目はマジであれやからな、モダンオフェアの SE みたいな感じやからな。さあこっからこっから来ると分かってたぞ、まだいるよねー、ダブル2割了解。うわー待って3人目いるんだけど、これは B 戻っちゃおう、あまだいるわ、やばい死んじゃう、中にまだいるよ、カットしていく、ブレスクね、ほんといい武器だわ。おおマジか、まだカットしたけど、そこにいんのか、やべえ左肩いるわ、おおうまいな敵、これ熱いぞこれ熱いぞ、よっよっ、おお危な、おおちょっとずつ B、あ、ついに B。B カット、手前ナイス。はい。モロドフで燃やしといてと。あ、ナイス行き、いいね。仕上がってきたね。いい感じに。なんかサイトつけたらマシになった。そうね。サイトだいぶいい感じでしょ、うん、よし。よし。あ、ナイカバ。よし、ナイス、仕上がってきました。15発しかない、それ行くしかねえ、銅像のところエスカレーター2枚、オーケーガット、エスカレーター2了解、ちょっと待てよ、これ有利なポジション取ってく、やばい無理すな俺、リロード、ちょっとビーきついかも、すまねえ、あそこにみんな分かってる、裏カット、ナイス、やばい、よっ新武器マジでいいな、これはマジでアタッチメントの構成によれば化けるはず、強い、うん惜しい、めっちゃいる、エスカレーターすごいぞ、おいはいすー、なんかナーパーム打ってたな、最後敵か水か分かんないけど、これはおベースプレーがハーフェスちゃんですね、これここいいんだよね、しっかり抜いていくね、画面赤いな、え画面赤くねこれ点滅してんだけど、あとなんか俺ずっと髪赤いんだけど、なんか点滅しろ、ピカ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 モード入ってますね何今の、よっしゃ行くぜ、うん順調ですな、とりあえずちょっとこれね QBZ の良さ生かしてガンガン前線上げてみましょう、特に序盤大事、よーし行くぜ、カウンターナイス、エスカレーター来そうだな、うわ恥か、よっ上がるぜ、ここで前線上げっていう、待て待て待て、2カット耐えといて、いやー降りてきたか、やるね、攻撃打ち返すわ、
B にもう一球打ち返します。これでしっかりとドーンと入れていく。まだ乗ってくるかもね。 B 気をつけて正面。はいはい、来たよ来たよ。ハビリティワンチャン。うわ来てる。エスカレーター来てるよ。結構エスカレーターやった。もう1枚来てるか。2枚来てる。エスカレーター。ナイス、いいね。ドミっぽくなってきた。熱いこれ。あぶな。カット。ナイスナイス。これ先生チャーリー行きません？あ、行っちゃいます。ちょっと左開けるわ。いるいるいる、はい、右かも右かも。左見る。ムチ。いや左やったけど、まだいる。オッケー。めっちゃいるめっちゃいる。いやマジ勝てんそれ。マジかよ。 B チューンやーんと。ウォーマシンレッドゴー。おやば、エヴァシスト。ワンカット。いや待て、あっぶね。オーケーオーケー。あーエム待てよ。いるか、倒せるか、耐えるか。オッケーオッケー。これやばいぞ。スティームで回復。ロングを見る。 QBZ 来るか、来る。ぬー蹴れない。ここでナパームを B 正面に出す。これで B 守れるんじゃないですかねこれ。でここで QBZ の連続の速さを生かすんですね。ナパームでカットするんですね。ナイス。これロック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 で、ナパーム自分で燃えないように気をつけつつ、ちょっとこちらが気になるからこっちも警戒しつつですよね。ピナイス。いったいったいった。コピーついていこう、コピーついていこう。いくぞいくぞいくぞ。ディスガルタイムス。まだ左いるっぽいな、あれ。あー、腰いって。ナイス。移動する。さあ、こっからこっから。ここも大事よ。まだはいける、まだはいける。ナイス。オッケー、まだいるぞ。オッケーオッケー。来た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 。一緒か。待てよ。中庭かな。後ろも出てるな。オッケーオッケー。ナイス。 B に砲撃出した。あと22発しかねえ。カード。うおー、弾落ちてねえから。どっかに湧いとるぞ湧いとるぞ。オッケー、22発で倒していく。弾あと8発。この8発で全てをかける。弾落ちてねえか。どっかに、どっかにキュービゼットねえか。ない。あ、これキュービゼットじゃない。違う。うわ、葉っぱで倒していく。マジで。ファイス。これまたやる。ここ倒してこいよ。はい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 。え？いやバックで。やばい、助けてほしい。B 正面やべえ。B 正面やべえマジで。うわー、見て見せたか。いるんだけど。かなりいるんだけど。やべえマジで。今日。こんなとこにいたのに。頼め。ラスト。うわー、ホイッキ来るって。これ絶対 B やん。頼む。やばい、怖いんですけど。うわー、気づいてきたか。オッケー、ナイスナイス。いいんじゃない。 QBZ なかなか。お、ベストプレー。グッピン。おー、1枚2枚。お、これはこれは持ち替えて。おお、からのからの、ナイス。まさかの違う人。いいねということで皆さんいかがでしたでしょうか。新武器 QBZ83 すごかったでしょ。連射速度がめちゃめちゃ速くて安定性もあるんですよね。その2つの能力が高いということはかなりの強武器ということなんですよね。本当に素晴らしい武器でしたね。かなりのポテンシャルがあるんでね、アタッチメントの構成によってはですね、さらにね遠距離戦に特化させることもできると思いますので、今後ねどんどん武器レベル上げていろんなカスタマイズで楽しんでいこうかなと思います。ということで今回のこの動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録とグッドボタンですね、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。結構高評価の数は動画投稿のモチベーションの向上に本当につながるということで、普段押してない方でも今回ねワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。